ウィリアムズバーグはアメリカ合衆国ニューヨーク市にあるブルックリンクの近隣住区の一つ。北はグリーンポイント、南はベッドフォードスタイベさんと、東はブッシュウィック及びイーストウィリアムズバーグと境を接しており、西にはイースト川がある。2010年のアメリカ合衆国国勢調査によると、この近隣住区の人口は78,700人である。 1990年代後半より現代美術の舞台、流行に敏感な文化、活気あふれる夜の観楽地を特徴とするジェントリフィケーションを経て、ウィリアムズバーグは国際的にリトルベルリンとしての印象を醸し出す地域となっている。2000年代初頭にこの近隣住区はインディーロックやエレクトロクラッシュの中心地となった。コミュニティボードに関してウィリアムズバーグは ブルックリン CB1 の一部にあたる。様々な民族集団がこの住区内で居留地住まいしており、ニューヨーク市警察の第90文書と第94文書によるパトロールが行われている。政治的には、住区の西部と南部がニューヨーク市議会の33地区、東部が34地区の代表を議員選出する。1638年、 オランダ西インド会社がこの地域を占有していた先住民レナペ族から土地を購入した。1661年、後にウィリアムズバーグとなる土地を含むボスウィックの町を同社が創設した。1664年に英国がニューネーデルランドを引き継いだことで、その地名はブッシュウィックへと英語化された。植民地時代、村人たちはこの地域をブッシュウィック書はと呼び、 この名称は約140年間続いた。ブッシュウィック・ショアは入江や低木などの自然環境によってブッシュウィックにあるパの村とは隔たりがあった。ブッシュウィックの住民はブッシュウィック・ショアのことをストランドと呼んでいた。ブッシュウィックにあるパの村から来た農夫や庭師は商品をブッシュウィック・ショアに送り、その商品はイースト川を渡ってニューヨーク市まで運ばれ、 現在のグランドストリートにある市場で販売されていた。ニューヨーク市に近いというブッシュウィックショアのコーリッチが、いくつかの農地開発造成をもたらした。1802年、不動産投機家のリチャード・ m ウッドハルが、土地13エーカーを取得した際に、アメリカ陸軍工兵隊の大佐ジョナサン・ウィリアムズに、不動産調査をしてもらい、彼の栄誉を称えて、ウィリアムズバーグと名付けた。 もともとブッシュウィック所内にある13エーカーの開拓地だった、ウィリアムズバーグは19世紀前半に急拡大し、最終的にブッシュウィックから分離して、独立の自治都市を形成していった。ウィリアムズバーグ村の地図ウィリアムズバーグ町の地図、ウィリアムズバーグは1827年に、ウィリアムズバーグ村として、ブッシュウィック町内に併合された。2年間で、消防会社、 郵便局ができ、人口は1000人を超えた。イースト川沿いでは造船所の建設が促進され、原材料や製品が船積みで輸送された。砂糖で財を築いた貴族の中には、製糖所を建設した者もいたが、現在ではドミノシガー以外は全て移転してしまった。他の重要な産業には、造船や醸造業などがあった。1835年、ウィリアムズバーグ村は、 ブッシュウィック町の一部に併合した。その後、この村は3地区の構成となった。第1地区は一般にサウスサイドと呼ばれ、第2地区はノースサイドと呼ばれ、第3地区はニュービレッジと呼ばれた。ノースサイド、サウスサイドの名称は今日でも一般的に使用されているが、第3地区の名称は頻繁に変更されている。第3地区はドイツ人によって、 人口を増やし、一時はダッチタウンの俗称で知られていた。1845年、ウィリアムズバーグの人口は11,500人となった。その都市下の人口像を反映して、1840年に、ウィリアムズバーグは、ウィリアムズバーグ町として、ブッシュウィックから分離した。1852年にそれは、ウィリアムズバーグ市、シティ・オブ・ウィリアムズバーグ、ここで語尾の H 消滅になり、 三つの区で運営された。当時の第一区はおおむねサウスサイドと第二区はおおむねノースサイドと一致していた。第三区はこれらの東側でユニオンアベニューから東にブッシュウィックアベニューまで伸びていた。醸造所が並ぶブリュワーズローこと北11番ストリートベッドフォードアベニューと北8番ストリートの交差点1855年ウィリアムズバーグ市は隣接する。 ブッシュイック町と共に、いわゆる東部地区として、ブルックリン市に併合された。ウィリアムズバーグの第1区は、ブルックリンの第13区に、第2区は、ブルックリン第14区に、第3区は、ブルックリンの第15区と、第16区になった。ブルックリンの東部地区の一部になっていた頃、この地域は驚くべき産業、文化、 経済成長を遂げ、地元企業が繁栄した。コーネリアス・ワンダービルトや、ジェームズ・フィスクといったニューヨーク市民の富裕層が、岸辺沿いに邸宅を建てた。チャールズ・プラットとその家族は、優れた芸術と建築の学校プラット・インスティチュートや、後にスタンダード・オイル社の一部となった、アストラル・オイル・ワークスを設立した。 コーニンググラスワークスは拠点をコーニングに移す前にここで設立された。ドイツ系移民の科学者、チャールズ・ファイザーはこの地にファイザー製薬を設立した。マンハッタン行きのフェリーで終わるブルックリンのブロードウェイがこの地域のライフラインになった。同地域は調味料や家庭用品メーカーに人気がある。ドミノ・シュガー、エスクワイア、シューポリッシュ。 ダッチマスタード他多くの工場が19世紀後半から20世紀初頭に設立された。現在はこれら工場の建物の多くが非工業用途に転換中、または転用済みである。人口は当初ドイツ人が多かったが、1903年のウィリアムズバーグ橋完成後、ローアーマンハッタン東部から多くのユダヤ人がこの地域にやってきた。ウィリアムズバーグには、 ウィリアムズバーグ貯蓄銀行とウィリアムズバーグ内務貯蓄銀行という二つの大きなコミュニティバンクができた。ウィリアムズバーグ橋周辺の地域はブルックリン市がニューヨーク市と合併するまで銀行業の中心地だった。ブルックリン発となる高校の一つが1900年2月に開校した。ウィリアムズバーグ橋はマンハッタンのロワー,ーイーストサイドとこの地域をつないでいる。 ウィリアムズバーグ南部の街道風景1898年、ブルックリンはニューヨーク市内5区の一つになり、ウィリアムズバーグ近隣住区は別の都市との連携が緊密になった。1903年のウィリアムズバーグ橋開通がさらにコミュニティを呼び込んで、将来有望な数千人規模の移民や、ロワー,ーイーストサイドの人口過剰なスラム街からアメリカ系2世が流入してきた。 ウィリアムズバーグはほどなくニューヨーク市で最も人口の多い近隣住区になり、同市がアメリカ合衆国で最も人口の多い都市となった。20世紀初頭にブルックリンユニオンガスはゴアヌス運河のガス作業所を閉鎖して、ウィリアムズバーグで石炭ガス製造事業を統合した。1970年代のオイルショックが同社に合成ガス工場を建設させることとなった。 20世紀後半には液化天然ガスを海外から輸入するための施設が建設された。ブロードウェイ、フラッシングアベニュー、グラハムアベニューの交差点は第一次世界大戦以前はインターアーバン用の交差地点だった。これらのライトレールトロリーはロングアイランドからウィリアムズバーグまで走っていた。戦争で引き裂かれたヨーロッパ難民が第二次世界大戦中及び戦後に ブルックリンへと流入し始めた。ディビジョンアベニュー南側の地域には、ハンガリーとルーマニアからこの地域にやってきたハシディズムの、神徒が多く住むようになった。プエルトリコやドミニカ共和国のヒスパニックたちも、この地域に定住するようになった。しかし、人口爆発は、最終的に重工業の衰退に直面し、1960年代以降のウィリアムズバーグは、失業、犯罪、 暴力団活動、違法薬物使用の著しい増加に見舞われた。引っ越すことが可能な者たちは他の土地へ移り、この地域は主に犯罪と社会問題で知られるようになった。住宅及び商業用途に再開発が行われるかつてのドミノシガー政党所跡地。2018年撮影家賃の低さがこの地域に芸術家たちが最初に定住するようになった。 主な理由だったが、1990年代半ば以降、その状況は大きく変化した。ウィリアムズバーグの平均家賃は、ワンルームアパートで約1400ドルから、寝室1軒付きで1600から2400ドル、寝室2軒では2600から4000ドルである。ウィリアムズバーグの土地の価格は急騰した。南北を隔てるグランドストリート北側のノースサイドは、 ニューヨーク市地下鉄に近いため若干効果である。近年のジェントリフィケーションと地下鉄路線変更はグランドストリート南側の家賃上昇も促進している。高い家賃が多くのボヘミアンや流行に敏感な人たちをブッシュウィック、ベッドフォードスタイベさんとホートグリーン、クリントンヒルなどの遠く離れた住区に追い出している。年月日、ニューヨーク市議会は ノースサイド及びグリーンポイント臨海部の大規模な区画再編を可決した。臨海地区の大部分は店舗混合型高層住宅に対応するため再区画され、臨海公園の敷地確保や臨海遊歩道の造成を開発者に要求する厳しい建築ガイドラインが一緒に設けられた。地元選出の公職者たちはノースブルックリン臨海部沿いの製造業衰退に対処する。 経済的に有益な方法として、区画再編を推し進め、結果として、ウィリアムズバーグには荒廃した空き倉庫がいくつもできてしまった。ノースサイドリン海部の開発には、2005年区画再編の結果として建設された多くの高層マンションも一部、含まれている。この区画再編は、1990年代初頭より、この地域で進行中のジェントリフィケーションにおける規模の、 劇的変遷を表すものだった。かつて活発な製造業と小規模住宅ビルの点在する傾向業が特徴だった。この臨海住区は主に住宅用途で再区画された。新しい住居ビルの建設に伴い多くの倉庫がロフト付き住宅に改修された。その中でもキューグレッジ楽器工場の改修はウィリアムズバーグに到来したトライベッカ風ロフトが 多数の著名人を引きつけたため、現地ニューヨークの報道では、大きな注目と論争を集めた。再区画を支持する当局者はその経済的利益、新たな臨海遊歩道、中層所得者向け集合住宅を挙げ、手頃な価格での賃貸を行う約束と引き換えで、開発業者に大きな税制優遇を与えた。批評家は、手頃な価格住宅向けの確保用地が、 以前のバッテリーパークシティのような大規模開発になっていないと反論した。ニューヨークタイムズ紙は内陸部では手頃な価格住宅の建設優遇措置を開発業者が概ね諦める決断をしており、ウィリアムズバーグでも同様のことが判明したと報じた。ウィリアムズバーグには製造、商業、住宅、複合用途を含む様々な区割り地域がある。 ノースウィリアムズバーグには主に軽工業と中密度住宅並びに1階が商業スペースの居住区がいくつかある。臨海部沿いには商業スペースを備えた高層住宅開発並びに重工業も若干残っている。ブロードウェイ周辺地域は主に商業で店舗やオフィスがある。一方、サウスウィリアムズバーグは1階に若干の商業スペースを備えた。 大きな中高階層住宅となっている。市の歴史建造物ペンテコステ派協会ウィリアムズバーグにあるいくつかの建造物はニューヨーク市歴史建造物保存委員会によって歴史建造物に指定されている。1860年に認可されたキングス軍の貯蓄協会はベッドフォードアベニューとブロードウェイにキングス軍貯蓄銀行ビルを建てた。 フランス第二帝政建築の例であるこの建造物は1980年よりアメリカ合衆国国家歴史登録財であり1966年にニューヨーク市の歴史建造物になったウィリアムズバーグ団地は2003年6月24日に市の歴史建造物に指定された4階建てビル20棟からなる23.3エーカーの敷地は ブルックリン最初の大規模公共住宅だった。1938年に完成し、ニューヨーク市住宅公団により運営されている。2007年、ドミノ・シュガー製陶所の建物3つもニューヨーク市の歴史建造物に指定された。最初の製陶所は1856年に建設され、1870年までに米国で使用される砂糖の半分以上を生成していた。 1882年の火災が、銅プラントをレンガと石で完全に再建させた。これらの建物は現存しているが、政党所は2004年に創業を停止した。2010年、開発業者がこの敷地を住宅用に改造することを提案し、その後に新たな計画が承認された。1852年から1853年に、 かけて建てられたニューイングランド海修派協会と牧師館は1983年に NRHP 指定され市の歴史建造物でもある。この協会は1981年に現在の占有者であるペンテコステ派へと売却された。ウィリアムズバーグには歴史地区の一つフィルモアプレイス歴史地区がある。イタリア風の建物がいくつかあり2009年に 歴史建造物に指定された。国家歴史登録財の指定国家歴史登録財になっているが、市の歴史建造物ではないものも多い。1915年に建築家、キャス・ギルバートの設計で建てられたオースティン・ニコルズ社の倉庫は2007年に NRHP に組み入れられた。当初は市の歴史建造物でもあったが、こちらの指定は後に取り消された。 同倉庫は2010年代にアパートに改築された。ドイツ福音ハルーテル西洋羽教会は1883年に建てられ、2019年に NRHP の指定を受けた。ジェームズ・ W ・ノートンの設計で1888から1889年に建てられた公立学校は1982年に NRHP の指定を受けたが、もはや公立学校としての役割は果たしていない。1936年に、ルイス A サイモンによって建てられた米国郵便局は、1988年に指定を受けた。ジョージ・ワシントンの像がある、大陸軍広場受体国地ローマカトリック、教会ウィリアムズバーグ地の地区は多様性に富んでいる。サウスウィリアムズバーグとは、 現在ディッシュ語を話すハシュディズムと大勢のプエルトリコ人に占有されている地域を指す。この地域の北はプエルトリコ人とドミニカ人が居住するロススレス地域として知られている。その北側は伝統的にポーランド人とイタリア人のノースサイドである。イーストウィリアムズバーグには産業用の空き地が多くあり、主にイタリア系アメリカ人、アフリカ系アメリカ人、 ヒスパニックの地域をウィリアムズバーグとブッシュウィックの間に形成している。サウスウィリアムズバーグ、サウスサイド、ノースサイド、グリーンポイント、イーストウィリアムズバーグはすべてブルックリン CB1 を形成している。マンハッタンとの近さからしばしばヒップスターと異名で呼ばれる居住者たちに人気がある。ベッドフォードアベニューとその地下鉄駅がこの新しい住民たちの代名詞になりつつある。 ハシディズムのユダヤ人ユダヤ人児童向けの学校ウィリアムズバーグにはハシディズムを信仰する様々な団体のユダヤ人が数万人住んでおり、サトマール派、ハシディズム団体の一派閥の本部がある。ウィリアムズバーグのサトマール派人口は約5万7千人である。ハシディズムのユダヤ人はマンハッタンでの困難な生活条件から逃れようとして、 他の宗教や無宗教のユダヤ人と共に第二次世界大戦の前年にこの近隣住区に初めて引っ越してきた。1940年代後半から1950年代初頭にかけてこの地域はホロコースト生存者を大勢受け入れ、その多くはハンガリーとルーマニアの農村地域から来たハシディズムユダヤ人だった。彼らは幾人かのハシディズム指導者たちによって引率され、 その中には多様な宗派のレベがいた。加えて、ウィリアムズバーグには、ハシリズム以外の宗教を信仰するユダヤ人がかなりの数含まれていた。サトマール派のレベ、ジョエル・テーテルバウム氏が最終的にコミュニティに対して最も強力な影響力を発揮し、非、サトマール派の多くを立ち去らせた。テーテルバウムは、 彼の激しい反シオニズムとカリスマ性のある指導力で知られていた。1990年代後半、ユダヤ人の開発業者が古い倉庫や工場を大改修して、それらを住宅に変えた。1997年以降の3年間で500を超えるアパートが承認された。その後まもなく、ベッドフォードスタイベサントとウィリアムズバーグの境付近の 地域が手頃な価格住宅のために再区画された。1997年までに、ウィリアムズバーグには約7000のハシディズム世帯が存在し、その1、3近くが公的支援を受けていた。ウィリアムズバーグにあるハシディズムの集団社会は、米国内で最も出生率の高い一つであり、家族あたり平均8人の子供がいる。同コミュニティは、毎年、 通常18歳から21歳の間に結婚する若いカップルのために800から900の結婚式を祝う。ハシディズムの男性はほとんど世俗的な教育を受けず、女性は主婦になる傾向があるため、大学の学位は珍しく、経済的機会が他の人口よりはるかに遅れている。ほぼ60%というウィリアムズバーグにいる、ユダヤ人の貧困率に対応して、 ヒエリ組織メトロポリタンカウンシル、オンジュイッシュポバティは、マスビアと提携して、2009年11月に、カーシェールの食べ物を扱う50席のスープキッチンを、開設した。ノースウィリアムズバーグの都市高級化に伴い、ハシディズムは自分たちの住居の特徴を維持するために、戦い、彼らは、芸術家の流入を、ペスト、天からの茎を帽子飯と呼んで特徴付けた。住宅費。 想像しい夜の娯楽イベント、ベッドフォードアベニュー沿いの自転車レーン導入などに対する緊張が高まっている。都市高級化は進んでいるものの、アイザック・ヘイガー他多くの開発業者が、調整党派向けの住宅をさらに建設し続けている。イタリア系アメリカ人のコミュニティとカルメルさんの、聖母カルメルさんの聖母祝祭のオスサイドの、 イタリア人コミュニティの重要な構成要素がノーラからの移民だった。彼らは5世紀にノーラの司教を務めたノーラの聖パウリヌスを称えて毎年夏にフェスタでイジリーを祝う伝統を継承した。毎年夏の2週間、カルメル山の聖母教会を囲む通りではイタリア文化の祭典が行われている。この祭りのハイライトは セーパウリノスとカルメルさんの聖母を祝って高さ約30メートルの像が運ばれるジリオサンデーズである。この荘厳な光景はニューヨークのニュース放送で取り上げられることも多い。数は年々減少しているが、かなりの数のイタリア系アメリカ人がまだこの地域に住んでいる。イタリア系アメリカ人が次々とよそに引っ越している事実にもかかわらず、 彼らの多くがこの祭典のため毎年夏に戻ってくる。プエルトリコ人とドミニカ人のコミュニティ、ロスレスのスペイン語で知られる、ウィリアムバーグのサウスサイドには、プエルトリコ人とドミニカ人が多く存在する。プエルトリコ人は1940年代から1950年代にかけてこの地域にやってきて、ドミニカ人は70年代と80年代に入ってきた。 多くのプエルトリコ人は、ブルックリン海軍交渉での仕事のため、第二次世界大戦後にこの地域に集まってきた。この近隣住区はヒスパニック、またはラテン系人口が27%を占め続けており、グランドストリートとブロードウェイの間にあるグラハムアベニューは、プエルトリコ街道として知られている。ハブマイヤーストリートにはヒスパニックが経営するボデガや理髪店が並んでいる。 ラテン人コミュニティは、ウィリアムズバーグに、いくつかの文化施設を持っている。ウィリアムズバーグで最後に残った、カリビアンソーシャルクラブという、プエルトリコ人の社交クラブがこの近隣住区の文化を保存している。もう一つの機関としては、エルプエンテコミュニティセンターがあるほか、グラハムアベニューに、サンヘルマンレコード店もある。バンコポプラールデプエルトリコという銀行は、 グラハムアベニューに支店を持っている。ムーアストリート110番地にある、ムーアストリートマーケットはしばしば、ラ・マルケタでウィリアムズバーグと呼ばれる。さらに文化的イベントもいくつかある。過去にサウスサイド・ユナイテッド・ HDFC は、プエルトリコの伝統文化継承及び、ドミニカ独立記念日の祝典を開催し、現在は、エルムセオでロス・スレスを運営している。ウィリアムズバーグには、 ボリクア大学のキャンパスが2つある。年に一度、ウィリアムズバーグブッシュウィックのコミュニティは、プエルトリコデーパレードを開催している。多くの著名なラテン系人がこのジュークから排出された。プエルトリコ料理を専門とする、テレビシェフのデイジー・マルティネスはここで育った。この近隣ジュークには、米国会員議員にディアベラスケスの事務所もある。ヒスパニック区画全体が、 リビングロス・シャースというドキュメンタリーで描かれ、これは、ジェントリフィケーション以前の1984年に、サウスサイドに住んでいたラテン系住民の生活を記録したものである。2013年のもう一つのドキュメンタリー、ティニタ・エスはカリビアン社交クラブを描いたものである。民族間や異文化間の緊張百五十四年十一月、ウィリアムズバーグ第一地区の投票所にて、保安官と、 一部のアイルランド人の間で暴動が起こった。代理保安官が市民に近づいた後、さか屋が始まった。やがて8人、または10人の代理保安官が約100人のアイルランド人集団に警棒を振るい始め30分に及ぶ全面闘争で多くの負傷者を出す結果となった。ジェントリフィケーション以前のウィリアムズバーグでは、ハシリズム住民と現地の黒人及び、 ヒスパニック団体との間で緊張がしばしば見られた。この地域の数十年に及ぶ犯罪増加への対応で、ハシディズム側はボランティア巡回組織、ショムリムを設立し、市民の模擬逮捕をするなど犯罪に目を光らせた。長年にわたり、このショムリムは、黒人やヒスパニックに対する人種差別と蛮行で、非難されている。2009年、ショムリムのメンバーが、 携帯無線機でラテン人青年の花を殴ったとして暴行罪で起訴された。2014年には同性愛男性国人への集団暴行に関連してハシディズムコミュニティのメンバー5人が逮捕された。ウィリアムズバーグにおけるハシディズムと近代性教会のユダヤ人コミュニティ間の20世紀半ばの緊張はチャイムポトクの小説ザ・チョーズン・ザ・プロミス・マイ・ネーム・イズ アッシャー・レフで描かれた。ウィリアムズ・バーグのサトマール派コミュニティでの生活に関する現代女性の視点の一つがデボラ・フェルドマンの自助伝アンオーソドックスザ・スキャンダラス・リジェクション・オブ・マイ・ハシディック・ルーツで提供されている。ネットフリックスのミニシリーズアンオーソドックスが彼女の自助伝に若干基づいたものである。視覚芸術イースト・ウィリアムズ・バーグにある。 街頭グラフィティ1970年代に最初の芸術家たちが低い家賃、広い床面積、便利な交通機関に魅力を感じてウィリアムズバーグに引っ越してきた。これは1980年代まで続き、双方やイーストビレッジといった以前の行き先が都市高級化されたことで1990年代に急増した。このコミュニティは当初小さかったが、 1996年までに、ウィリアムズバーグには、約3000人の芸術家人口が集まった。この地域は、フロントルームギャラリーなどの画廊でも知られ、ウィリアムズバーグとグリーンポイントは、美術系月刊誌、ワグマックで紹介されたりしている。2000年9月、作家ブルーク・イベルセンが創刊した、11211、マガジンは、ZIP コード11211地区での、 歴史的かつ注目すべき特徴、芸術や文化、不動産開発に焦点を当てて、豊富に紹介していた。この格月誌は、地元企業からの広告で資金がまかなわれていた。同雑誌を発端とする出版物に、フォートナイト、ザボックスマップ、アペタイト、そしてニューヨーク市、イーストビレッジ向けの13マガジンなどが、相関された。 1211マガジンは6年間で36号を発行し、2006年に発行を中止した。音楽系、コミュニティ地元のボーリング場も音楽演奏会を開催するウィリアムズバーグは、音楽性演奏及び新バンド立ち上げ支援の注目すべき拠点となっている。1980年代後半から1990年代後半にかけて、 放棄された産業ビルや路上空間にて無許可のパフォーマンス、演劇、音楽会場が数多く運営された。地下鉄のベッドフォードアベニュー駅周辺地域では新しい文化が進化している。芸術家、ミュージシャン、アングラと怪人が集まって深夜に音楽、踊り、パフォーマンスのイベントが開かれる場所があるものの、これらは消防隊によって 時折中断されたり会場が一時的に閉鎖されることもあった。これらのイベントは同地域の賃料が上昇して規制が施行されるにつれて最終的に数が減っていった。この近隣住区ではピート・エス・キャンディ・ストア、ユニオン・プール、ウィリアムズ・バーグ音楽堂、公共集会場、カメオ・ギャラリー、他多くの合法的な商業音楽会場が開業した。 マンハッタン拠点だった会場もまた、バワリープレゼンツ Q、ノースシックスを購入して、ウィリアムズバーグ音楽堂に変貌させた、ルーナラウンジ、ニッティングファクトリーなどが開業した。2006から2008年の夏にマッカレンパークで行われていた、プールパーティーは2009年より、ウィリアムズバーグの臨海部で開催されている。この近隣住区にはまた、ファンク、ソウル、 ワールドビートの重鎮となる音楽関係者が集まっており、ダプトンやトゥルースソウルなどのレコード会社がその原動力となっている。ジャズとワールドミュージックはレストランを会場にクラシックジャズを営業時間中演奏しており、もっと前衛的なノイズ系音楽の足がかりとしては、ラッキーキャット、BPM、ムンキータウンなどがある。ラテンジャズはこのークにある多くの社交クラブを中心に、 サウスサイドとイーストウィリアムズバーグのカリブ人コミュニティの間で続いている。2000年代初頭にこの近隣住区はエレクトロクラッシュの中心にもなった。クラブ、ダックスの週末パーティーには ARE Weapons、フィッシャースプルーナー、シザーシスターズといったエレクトロ奏者が出演した。劇場と映画館2016年のウィリアムズバーグ自主制作映画祭での一幕、ウィリアムズバーグには ブリックシアターなど自主制作映画用の劇場がある。ウィリアムズバーグ自主制作映画祭は2010年に創設された。ウィリアムズバーグには2012年12月19日に開業したウィリアムズバーグシネマズとして知られる最初の複合映画館もある。ウィリアムズバーグの街並みこの地域に芸術家たちがまず定住するようになった主な理由は家賃の低さだったが、 1990年代半ば以降その状況は激変した。ウィリアムズバーグの平均家賃はワンルームアパートで約1400ドルから寝室1軒付きで1600から2400ドル、寝室2軒では2600から4000ドルである。ウィリアムズバーグの土地の価格は急騰した。南北を隔てるグランドストリートの北ノースサイドはニューヨーク市地下鉄に近いため若干高価である。 近年の都市高級化と地下鉄 M ルートもまた、グランドストリートの南側家賃の値上がりを促進している。家賃上昇が多くのボヘミアンや流行に敏感な人たちを、ブッシュウィック、ベッドフォードスタイベさんと、ホートグリーン、クリントンヒル、コブル、ヒル、レッドフックといった遠く離れた近隣住区に追い出している。2011年7月1日、アメリカ合衆国便公社は、 この地域では人口の大規模な増加とビジネスを行う企業の数が多いため ZIP コード11,211を分割した。ウィリアムズバーグのジェントリフィケーションはプリンストン大学の映画教授スーフリードリヒの2013年のドキュメンタリー作品グートリノベーションの題材となっている。行政区の裁判所制度に及ぼす影響2014年6月ニューヨークポスト氏は ブルックリン北西部の特にウィリアムズバーグにおいて、より裕福でより教育を受けた人口に変わったことが、同業政府の刑事裁判で被告への有罪判決増加をもたらし、また民事裁判では、原告賠償金の削減につながったと報じた。ブルックリンの弁護士、ジュリー・クラークは、これら新しい賠償員は、警察をはるかに信頼していると発言した。 国勢調査に関して、ニューヨーク市行政は、ウィリアムズバーグを2つの集計地域に分けている。2010年アメリカ合衆国国勢調査のデータに、基づくウィリアムズバーグ全体の集計人口は78,700人で、2000年調査からプラス6,301人の変化となった。面積は923.54エーカーに及び、 この近隣住区の人口密度は1エーカーあたり85.2人だった。人種構成は、白人66.5%、アフリカ系アメリカ人2.8%、アメリカ先住民0.1%、アジア人2.9%、太平洋諸島系0.0%、その他0.3%、根結人種1%だった。ヒスパニック、または、 ラテン系人種は人口の26.3%だった。グリーンポイントとウィリアムズバーグで構成されるコミュニティボード1全体では、ニューヨーク市衛生局の2018年調査時点で、住民は199,190人、平均寿命は81.1歳だった。これは、ニューヨーク市全域の平均寿命とほぼ同じである、住民の大半は、 中年の成人と若者で23%が0から17歳、41%が25から44歳、45から64歳で17%である。大学生と高齢者の割合はそれぞれ10%と9%で低かった。2016年時点でコミュニティボード1の世帯収入の中央値は76,608ドルだった。二千十八年で グリーンポイントとウィリアムズバーグ住民の推定17%が貧困に暮らしており、比較するとブルックリン全体で21%、ニューヨーク市全体で20%となっている。住民の15人に1人未満が失業中で、比較するとブルックリンを呼び、ニューヨーク市は共に9%だった。家賃負担や家賃支払いが困難な住民の割合は、 グリーンポイントとウィリアムズバーグで48%であり、それぞれニューヨーク市全体と自治区全体の割合よりもわずかに低い。この計算に基づくと2018年時点のウィリアムズバーグはジェントリフィケーションの影響を受けたと考えられている。ウィリアムズバーグの大部分はニューヨーク市警察第90分署によってパトロールが行われている。 ウィリアムズバーグ最北端区画は第94文書の管轄下である。第90文書は2010年の一人当たり犯罪で、パトロール地域69箇所中47番目に安全、第94文書は50番目に安全とランクされた。10万人当たり34人の致命的な暴行率で、グリーンポイントとウィリアムズバーグの一人当たりの暴力犯罪率は、 自然体のそれよりも少ない。10万人あたり305人の習慣率は自然体のそれよりも低い。第90分書は1990年代よりも犯罪率が低くなっており、あらゆる分野の犯罪が1990年から2018年の間に72.3%減少した。同文書は2018年に4件の殺人、16件の強姦 198件の強盗、237件の重罪暴行、229件の強盗、720件の重窃盗、90件の自動車重窃盗を報告した。第94文書も1990年代に比べて犯罪率が低く、1990年から2018年の間にあらゆる分野の犯罪が72.9%減少した。 こちらは2018年に1件の殺人、6件の強姦63件の強盗、115件の重罪暴行、141件の強盗、535件の銃窃盗、62件の自動車銃窃盗を報告した。ニューヨーク市消防局は、ウィリアムズ・バーグに4つの消防署を設営している。具体的には、第211消防、 第216消防、第221消防、第229消防がある。ウッドハル医療センターは、ベッドフォードスタイウェサントとウィリアムズバーグの南京にある、最寄りの大型病院。ウィリアムズバーグでは、ニューヨーク市の他の場所に比べて、早産やティーン世代の出産がさほど一般的ではない。ウィリアムズバーグとグリーンポイントでは、出生1000人当たり早産が54人。 出生1000人当たりティーン世代の出産16.0人だった。この区では保険未加入やメディケードを通じて医療を受ける住民人口が比較的少ない。2018年での無保険者人口は7%と推定され自然体の12%を下回っている。グリーンポイントとウィリアムズバーグの最も致命的な大気汚染物質である微小粒子状物質濃度は 市全体及び行政区全体の平均よりも高い0 0 0 9 6ラム1立方メートルである。同住民の17%が喫煙者で、これは市平均の14%よりもわずかに高い。この近隣住区では住民の23%が肥満、11%が糖尿病、25%が高血圧で、 比較するとそれぞれ自然体の平均の方が高い。また23%の子供が肥満だった。住民の91%が毎日果物や野菜を食べており、これは市の平均87%よりも高い。2018年には住民の79%が自分の健康を良い、非常に良い、優秀と表現し、市の平均78%を上回った。 ウィリアムズバーグには、いくつかの診療所がある。最寄りの大型病院は、ベッドフォードスタイベサントとウィリアムズバーグの南京にある、ウッドハル医療センターである。2019年4月、ウィリアムズバーグでマシンが流行し、250人以上が感染した後、この地域では、マシンの予防接種が義務付けられた。市長のビルデブラシオは、命令を無視した19の人々は、 罰金千ドルを課される可能性があり、予防未接種の生徒を除外しなければ宗教学校や保育プログラムが閉鎖される場合もあると述べた。ブルック人での流行はイスラエル旅行で病気に感染した予防未接種の子供に原因があると結論付けられた。メトロポリタン郵便局ウィリアムズバーグには3つの ZIP コードがある。19の大半は11211だが、 南東部は11,206、イースト川沿いの西端部は11,249である。アメリカ合衆国郵便公社は、ウィリアムズバーグに2つの郵便局を設営している。ウィリアムズバーグは、一般的にニューヨーク市の他の場所に比べて、大学教育を受けた住民の比率が高い。人口の半分が、大学教育以上、17%が、高校教育未満。 33%が高校卒業生または大学教育を受けている。グリーンポイントとウィリアムズバーグの学生で国語と数学の優秀者割合が増加しており、国語の成績は2000年の35%から2011年には40%に上昇し、数学の成績は同じ期間内に29%から50%に上昇した。 グリーンポイントとウィリアムズバーグの小学生、欠勤率はニューヨーク市の他の地域よりもわずかに高く、1学年あたり20日以上欠席の小学生は21%だった。このほか、グリーンポイントとウィリアムズバーグの高校生の77%が留年せずに卒業し、これは自然体の平均75%を上回る。ニューヨーク市教育局が14区の一部として、 公立学校を運営している。このうちウィリアムズバークでは11の公立小学校が幼稚園も兼ねている。公立の中学校、高校にはブルックリンラテンスクールやエウヘニオマリアデホストスなどがある。グランドストリートキャンパスは商業、工業学科を含む総合高校で職業訓練や法学も扱う。ハリー・バム・アーズデール教育複合施設には 学問を提供する3つの小さな高校と特別なニーズを持つ人々のためのカリキュラムと教員がいる。青少女向けのリーダーシップ養成校もある。ウィリアムズバーグには、ホセレディエゴモニタースクール、フアンモレルカンポス中学校など2カ国語で教育を行う公立学校もいくつかある。ウィリアムズバーグには他にもコミュニティのチャータースクールがある。 サクセスアカデミー・ウィリアムズバーグは2012年8月に開校した。ニューヨーク市で一貫して最高の成績を誇るウィリアムズバーグカレジエート、チャータースクールはサウスサイドにある。ウィリアムズバーグノースサイド校は、レッジオ・エミリア教育に触発された3つの異なるプログラムを持つ3つの学校がある。ブルックリン公共図書館、ウィリアムバーグ支所ブルックリン公共図書館は、 ウィリアムズバーグに二つの司書を持っている。ウィリアムズバーグ司書はディビジョンアベニュー240番地にある。これはブルックリン最大の会員制図書館ビルの一つ、カーネギー図書館に収容され、ニューヨーク市指定の歴史建造物である。レナード司書はレナードストリート付近にある。こちらは1908年に開業したビル内にある。小説 ブルックリン横丁の主人公フランシーがこの図書館を頻繁に訪れていたとして、レナード司書には著者ベティスミスへの賛辞がある。マーシーアベニュー駅を発着する電車ウィリアムズバーグ橋、プラザバスターミナルウィリアムズバーグには、ニューヨーク市地下鉄の運行路線がいくつかある。この住区を通っている3路線は、北の BMT カナーシー線、南の BMT ジャマイカ線、 東の IND クロスタウン線である。ウィリアムズバーグ橋はイースト側にかかっており、ロワー,ーイーストサイドに渡れる。ウィリアムズバーグにはブルックリンクイーンズ高速道路も通っている。いくつかのバス路線は、ウィリアムズバーグ橋プラザバスターミナルが終着であるが、この熟区を通り抜けるバス路線もある。2011年6月、NY ウォーターウェイは、 イーストガーゾー地点への運行サービスを開始した。2017年5月1日、そのルートが NYC フェリーのイーストガールートの一部となり、これはフィナンシャル地区の11番桟橋ウォール街とマレーヒルの東34番街フェリー上陸店との間を往来するもので、ブルックリンクとクイーンズ区に5つの中間停泊所がある。イーストガフェリーの停泊所の2つはウィリアムズバーグにある。 レッドフックからウィリアムズバーグを通過したアストリアまで臨海部に沿って走るライトレールのブルックリンクイーンズコネクターを建設する計画がある。しかし、このシステムには27億ドルの費用がかかると予定されており、予定されている開業は少なくとも2029年まで遅れている。地元のコミュニティ開発団体エルプエンテは2009年のドキュメンタリー トキシックブルックリンでウィリアムズバーグをアメリカで暮らすには最も有毒な場所と称した。ウィリアムズバーグにおける他の稀なガンクラスターがニューヨークポスト市で報道されている。1976年、市長のエイブラハムビームは、近傍のブルックリン海軍交渉に焼却炉と発電所を複合建設する提案をした。この計画には提案された。 焼却炉の敷地の隣に位置するウィリアムズバーグ南部のラテン系住民とハシディズムのユダヤ人、住民コミュニティからの大反対が起こった。ニューヨーク市財政評価委員会は1984年に僅差で焼却炉に承認を与えたが、ニューヨーク市にはリサイクル計画がないとして、同州は数年の間工場建設許可を出さなかった。焼却炉に反対した。 ウィリアムズバーグのハシディズムユダヤ人住民はまた政治的に強力であったため1989年の市長選挙では焼却炉案が重要な問題となった。同選挙で最終的に勝利したデイビッド・ディンキンズはブルックリン海軍交渉の焼却炉計画を保留すべきとのスタンスで選挙運動を展開した。1989年ニューヨーク市には 工場から排出される灰を削減する計画がないと語り、同州は焼却炉への承認を拒否した。同計画は数年間保留され、1995年にコミュニティの会員が焼却炉の建設を阻止するために訴訟を起こした。焼却炉用に提案された現地の追加調査では、環境浄化のスーパーファンド資格が得られるほど有毒な化学物質が 高レベルで存在していたことが判明した。翌年、市は、焼却炉の建設計画を完全に取り下げた。ナショナルグリッドは、ウィリアムズバーグのケントアベニューにある昔のガス、製造工場地点の汚染浄化を行っている。浄化作業は、この場所を、ブッシュウィック・イン・レッドパークへ転換するために、実施されている。これは2007年2月に、 ニューヨーク州環境保護省と米国のガス事業者、キースパンの間で締結された環境保全同意命令の下で実施されている。ブッシュウィック・イン・レッドパークの敷地内には、以前米サイドオイル社が運営していた銃の石油貯蔵タンクもある。2016年に発表された公園造成計画では、石油タンカーを劇場や吊り下げ庭園などの集客施設に転用する予定とされている。 これはタンカー取り壊しというブッシュウィックインレッドパーク当初の計画と直接矛盾するものだった。市は石油タンカーがひどく汚染されており公園に転用する前にこの場所を浄化する必要があると述べた。ありがとうございます。